でしょうね、僕の前屈とか。そうですね、はい、ちょっと、まあ、突っ張る感じと腰と、はい、いいですけど、はい、少しやりにくい感じします、はい、ちょっとお尻の筋肉を押さえながら前屈してもらいますね、はい、ちょっと失礼します。ごめんなさい、ポイント探すのは前回よりすごく上手になってます、はい、いいですね。このままちょっと、前、はい、先ほどと同じように前屈していただいていいですか、はい、ああ、うん、どうですか、うん、この前よりすごく上手ですよ。あ、本当ですか、はい、チェックだいぶいい感じですね。体は辛くないですか。そうですね、いろいろやった中、まあ、一番の、はい、今の感じがしっくりきてます、きてるかなっていう。オッケーオッケー。あとひねる動きとか、はい、いろんな動きでやってみましょうか。はい、側屈、あ、なんか突っ張る感じはします、突っ張る感じ、はい、ちょっと重いかなって感じですかね。そしたらちょっとこの腿の外側を押しながら、はい、側屈回旋していただきたいと思います。そこは気持ちいい。もっと上でいいです。もっと上。はい。半分ぐらい、真ん中ぐらいでいいですよ。ここに、もっときついのがあります。は、うん、そういうのですね。じゃちょっと押しますよ。はい。はい。その感じ。このちょっと左に側屈してもらってもいいですか。うんうん。動きやすさっていうのはありますね。見えますかね。はい。はい。見えてくる。ちょっと、はい。ひねるのはそこまで、そこまでかな。はい。ちょっとお腹を押さえながら、はい。ごめんなさい。さっきほどと同じような動きしてもらいます。はい。失礼します。これちょっと難しいですね。ですよね。うん。こっちもこう。そうですね、もっと入ると思います。ごめんなさい。しっくりきてます？いや自分でしっくりきてないときはあ、しっくりきてないと思った方がいいです。そういうもの。回線だから、はい、この動きをさせるから、はい、あの前、ごめんなさいね、うん、すいません、お腹の時どうするんでしたっけ。ごめんなさい。僕だったら、そうですね、お腹を見る時だったら、こっちにひねられますよね、こう、はいはい、なので、ここにいたら、やっぱ鬱陶しいんですね、こうなってくるので、こっち側にいて、おへそのところから、ヨナッと入れる感じです、はいはい、これでちょっとひねってみましょう。で、こう移動します、はいはい、ここの体重の位置はここから、はい、足はこっちに伸ばしてます、こうやって。この状態から、こう体重移動するだけですね。左から右に。そうそうそう、こっち側でやるとすると、こうなので、この位置から、この位置から突っ込んで、こう移動するって感じです。そうそうそう、ここの体重移動だけで、コントロールしていくってことが大事ですね。これをエッチョホチョホチョってやってたらちょっと疲れちゃうので、はい、おへそ、まあ、うちは狭いからね、ちょっとやりにくいですけど、そう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 、あ、そんな感じです。それ割とヒットしてますよね。回線します、はい、うん、まあ、イメージとしてはそんな感じですね、うん、はいはい、体重移動とそこのやり方で変えていくっていうのが大事になります、はい、了解です。はい、あとは何かな、他の場所、あと何か他のところで困ったことありますか。あーと大臀筋と外と腹部と、
広背筋とかが大事になりますね。こういう動きとかを広背筋で引っ張ってあげなきゃ、はい、ちょっとやってみましょうか。前屈ですね。ちょっと突っ張ります。はい、これをちゃんと関節をギュッ潰してあげて、これで前屈。そうすきます。ちょっとスムーズになりますね、はい、これもひねるときもそう、こう出してあげるって感じです。ここからこうですね、うん、そう動く前にここに足を持っとく、うん、で体重移動って感じが大事になりますね、はい、ちょっとやってみましょうか。一旦じゃあ前屈していただいていいですか。はい、はい、開きました。失礼します。こっちはすごくフィットしてます、はい、いい感じ当たってます。高血の部分もちょっと、で、あ、うん、そんな感じですね、はい、でひねる動き、はい、もう一回押さえますね、はい、じゃあ、リズムです。はい、逆ですね、はい、肩引き広がりますね、はい、そうそうそう、この形でやってあげることができてくるといいですね、はい、もう少しレベルが高くなると、はい、例えば腰だけじゃないので、はい、痛い人って、はい、股関節が痛いとか、はい、膝が痛いとかっていう人も出てきますから、はい、その場合でも、押しながら動かしながらついていけるようにしていく必要があるので、はい、例えば歩いた時に痛いですってここのタイミングが一番痛いですっていう時はこうつけながら押さえながら動かしてもらう必要があるので、そうなってくると例えばあっち向いてもらって、例えばこれで膝が痛い人とかで、はい、膝が痛くなるタイミング、足をついた時、はい、地面にこう踏み出したとき、ここで痛くなるんですよとかっていう人は、このタイミングで、例えばお尻をずっとギュッと押しちゃいます、はい、これで歩いてくださいって言います。そうそうそう、この時の感じってどうですかってやってあげると結構変わりますね。あ静止時じゃなくて動作時でも評価するという。そうです、そうです。この止まった状態だけで評価するのって、まあ、できる人も多いですけど、はい、そうじゃなくて、いや、これは痛くないけど、うん、いや、なんかこうした時に痛いんだよね、うん、とかっていう人って結構いますから、うん、そういう時でもあっち向いて、ここのお尻だけじゃなくて、例えば腓骨筋のところですね、はい、これで、ごめんなさい、これで歩いてもらうとか、そうそうそう、この時どうですかとかっていうのも、うん、応用的にはやっていく必要があります、はい、その辺ができてくると逆にいろんな疾患には対応できるようになってきますので、はい、そこもこれから少しずついろいろやっていくといいと思います、ね、はい、評価に関して、はい、まずそんな感じかな、はい、と思います。はい、YouTube をご覧いただきありがとうございました。下の概要欄から LINE アットにご登録いただくと3つプレゼントをお渡しさせていただいております。1つ目、初回1980円で、トイレの施術を受けられます。2つ目、カウンセリングが無料。3つ目、お得情報っていうところが、あります。あとは私の可愛い息子の写真がたまに送られてくるかもしれません。はい、ぜひ LINE アット、ご登録お願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。